皆さんこんにちは。放送作家の藤村明子です。ひらめき TV プレゼンツ犬猫の部屋がスタート。いろいろなゲストをお招きしてワンちゃん猫ちゃんのことについて語り合う、そんなコーナーです。3回目のゲストは元プロ野球選手門倉健ご夫妻にご登場いただきました。蛇口を閉めるためにちょっと今ね、私たちは頑張ってるんですけど、もうありがたいことに最近は特に発信すると、とても皆さん知っていただいて、話聞きたいんだけどとかっていうのが多いのでね、どん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 私たちは出かけて、同じこと何回でも話しますよ、ね、行くたびに知らなかったっていう人必ず言いますよね。これだ、こっちだと発信してる側は、こんなもうみんな知ってる話でもいいのかなと思いつつ聞いたりしても、結構やっぱり聞いてやっぱりそこで知らないっていう人がいますよね。そうですね、写真なんか見せると、みんなびっくりするもんね。またあのセンターと同じくモカちゃんが今いらっしゃる、ということなんですけども、モカちゃんはどんなあの感じで。モカは、山口の周南市といって、結構野犬が多くて、もう毎日のように、捕獲したとか、捕まえたとか、ひどいって聞きますよね、センターとかでもね、なのでそこはもう捕獲したら処分なので、まあ、そういった情報はしてたんですけども。すぐですか？1週間やっぱ1週間もありますからね、捕獲に処分じゃないですか。なので、いろんな保護団体の方がね、一生懸命活動なさって、引き取って、譲渡に出したりはするんですけどね、やっぱり政権はなかなか全部が全部は難しいみたいで、優先が子犬なんですね、でその情報の中でたまたま保健所が出した、情報で、うちのモカが、産後直後に捕獲され、で子犬はすぐ保護団体が引き取って譲渡に、でその子だけ保健所に入れられて、1週間後に処分っていう情報を得て、でその時まだ産後間もないので、お腹もまだぷよぷよで、おっぱいも張っていて、ちょっと野犬の状態で産んだっていうか。そうです、もう生まれも育ちも多分野犬です、ね、そうです、一度も飼われたことがない感じでした。それでも引き取られて、もうすぐその日の1時に処分だったんですけども、朝9時に保健所に連絡をして、ストップしてもらって、引き取りますっていうことで、九死に一生得た。そうですね、本当に来た時は大変でしたけど、野犬って結構、凶暴ではなくて、吠えたりとか噛んだりってしないんですね、しないというかね、仕方がわからないらしいんですよ。危害加えられたことがないので、ただひっそりと、山の中で、隠れながら、暮らしてたみたいな感じなんですけど、もう隅っこに寄って、もうずっと顔見せないで、ずっと角にね、頭突っ込んで、してたんですけども、で外に出そうとすると逃げよう逃げようっていうのがあるので、ちょっと引っ張るのが大変だったんですけど、まあ、しばらくゆっくりここに慣れさせるためにケージの中にずっと。ワンちゃんのペースにこっちが合わせるみたいな感じがしてでもその代わりやっぱりもう来た時はもう臭くて、5分家の中にいたら家中もう大変で、でもほっとかなきゃいけない、お風呂もどうしようって考えたんですけど、いやあの匂いで生活はできないので、すぐお風呂場連れてってシャワーでずっとこう流してあげて、びっくりしてました最初。あ、でもね、おとなしかったよね。おとなしかったね。すごいおとなしかったです。本当に吠えないし、噛んだことも、噛む仕草もしたことないです。あ、そうなんですね。でも長かったですね、4ヶ月ぐらいずっとビクビクで、徐々にご飯をこう上げていくと徐々にこう出てきて、で、先々月かな、一時期、トレーナーの方にちょっと来ていただいて、でこういう風にやったらなれるよっていうことを教えてもらったら、もう1日2日でね、お散歩ができるようになったんです。すごい、賢いですね。すごい。今はご主人が毎日、そうなんですか、朝入ってるんです。楽しいですよ、だからそういう、そこまで疎通ができるように、すごいですね、それは。
毎日なんかいろいろ変化がね、出るんで、はい、本当に楽しいです、はい、ね、本当可愛いですよね、ペットショップから買うのとは違うので、やっぱり保護犬の楽しみ方ってありますね。そうなんですよ、本当に可愛くて、で、あの食事の時に、はい、ご飯って言うんですよ、はい、そうするともうみんなピクって、はい、もう後藤ともピクって、はい、あの子もピクってなる、はい、そう、それでガサ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 ってやって待ってたりとか、でこう入れてあげると、はい、もう手をペロペロ舐めてきて、そうそう待ってたりするんで、はい、一番ショックだったのは娘ですね、うん、はい、まずそういった悲惨な犬たち、猫たちが多いってことに、うん、びっくりをして、うん、あの一番先に、うん、ママ行ってって、引き取ってきてって言ったのは娘なんですよ、こんな子がいるんだけどって言ったら、うん、はい、まあ、この子もそうですし、はい、他のことも、はい、一番初めに、うん、そうそうそう、でもあの子の言うこと聞いてると多分いつもね、犬が何十頭かあれもこれだからそれこそあのランディがね、亡くなった時なんかはもうほんとみんな家中悲しんで、まあ長男がね、もうちょっとの間保護活動やめよう、保護犬をね、やったらやめようっていうなったんですけど、まあ娘がね、それじゃダメ、あーすごいたくましいですね、ある意味ね、女の子の方がね、ランディみたいな子をね、また一頭も増やしてね、なんかね、亡くなって2日3日はね、うん、もうみんなで共に暮れてたんですけど、うん、もう泣きっぱなしで、うん、そう、正義感というかね、なんか責任感があるというかね、はい、びっくりしました、本当にでもね、ちゃんと面倒見てくれるので、